が兵庫県のあいあいさんと、こちらが富山県産の蒸し焼きになります。お好みで圧卵調味料をお使いください。お願いします。あ、どうぞどうぞ。ちょっと臭いな。一刀流だな。ソースはダメ。なんか辛いのとかね、いっぱいあるんですよ。赤ワインビネガー、タバスコでいこうかな。なんかどっかがタバスコで食いますかね。臭みが、これはポン酢でいくか。次は岩手県ポン酢と多分辛いと思うんですよ。ビネガー、ビガル、すごい臭みが消えると思うんですよ。うまそうだな。岩手県まだなんか伊勢の方とかもっと美味しいですよ。すごい。酸っぱいですよ。すごい。ここにあれがありますから。はい。はい。こちらから生牡蠣、ごま牡蠣、炙り牡蠣、漬け牡蠣になります。こちらの3つはお味がついているので、そのまま召し上がりください。タイマーは無料だな。兵庫県どう？美味しいですよ。なんか兵庫の。これポン酢。炙ったポン酢。あ、うまいうまいうまい。あ、うまいうまい。なんかこれうまい。これめっちゃうまかった。これ一番うまい。うん。炙ってるからですかね。これも爽やか。これ一番うまかった。全然生臭くない。ねえ、最初からこれ出すよ。
美味しいな。ヨーロッパの岩見さん。それとこの5種盛り合わせをお願いします。これ2個ずつ、こちらを2個ずつのやつで、はい、お願いします。以上、はい、いただきます。なんだ、もう出来上がっちゃいますよ。うまうま。ガーリック、バター焼き、紅生姜焼きになってます。ありがとうございます。どんどんカキがやってくる。ねえ、もうちょっと食べ過ぎですよね。カキはちょっと怖いですからね。もう 10個以上食べてますからね。これやるんです。あ、どうぞ。大変なことに、はい、チーズ焼き、うまっ、うん、うまい、美味しいの早く来るから ね。うん、違う。あ、これもうまい。焼いてんのはね、外れないですよ。焼きもうまい。チーズうまいな。うん、うまっ。リピートしたいの？リピートしたいのは、ああ、プレート美味しかったですね。いや、俺はもうか、もうカキフライですね。言って、あれはうまかった。カキフライ。あ、これさっきの俺が食ったやつ。どうぞ。お、これこれめっちゃうまいっすよ。あのレモンペペロンチーノが 100g と 150g なんですけど。100でいい。はい。100で。はい。
きます。あー、危ない、びっくりした。なんか機嫌悪そうな顔してたねスタッフ。ちょっと怒ってたね。怒ってたよね、なんかね、俺頼んでないんですよ。言ったよね、ちゃんとね、言ったよね。俺はもう来てから頼むから、それは保留って言ってたのに、勝手に頼んで、まだできてません、頼んでませんって言った。 YouTube 流すから、流すから全部これロングで流しますロングで流します。来ましたよ。カキお母さんも食べましょう。はい、どうぞ。お母さんも。あ、もう小泉もうお腹いっぱいでしょ。これ俺。小泉さんいらないって。俺もこんなもんです。あとはゆかちゃんで。あと全部。あとゆかちゃんで。どうぞどうぞ。はい、あ。ノルマですんで。ノルマ。レモンペペロンチーノ。7時とか言ったら6時くらいだって、そのままどんどん早くなってくるから。おいしいよ。おいしい、おいしい。レモンペペロンチーノおいしい。これさん大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。ん？でも？おいしい。炭水化物やばい。食べ過ぎた今日。いや本当に昨日ダイエットで豆腐しか食ってないですよ。え？いや本当に豆腐とネギしか入れないやつ食べて、豚足も食べたけど。なんでかというと、美味しいもの食べるとやっぱどうしてもカロリー気にするのが嫌で、それまでめっちゃダイエットするんですよ。で一気に食べるんです。